ガソリンがない。あ、これだ。わほほほ。はい、どうもこんばんは、タクトです。今回なんですけど、このハーレム48高速走行ぶっちゃけどうなのっていうのをね、ちょっと企画、高速道路ぶっちゃけ高速道路ってどうなのっていう企画をね、やっていこうと思います。で、なんでかっていうと、結構特殊なポジションをしてるじゃないですか。で、そんな中でやっぱね、高速道路ってぶっちゃけどうなんだろうっていうことで、ちょっと走っていこうと思います。よし、 OK、 開け、 OK、 レッツゴー。ちょっとね、今回は豊洲の方までちょっとバイクを走らせようと思います。僕の地元がですね、横浜市なんで、まあ高速道路でまあ1時間ちょっとぐらいかなで多分着くと思うんで、そうで、雨の影響でね、見事に僕しかいません。全然車がいない。今10分ぐらい高速道路乗ってるんですけど、若干ね、背中が疲れるかも。やっぱお腹というか体で風を受ける分、ちょっと背中にちょっと力が入るんかな。若干ね、そのまあ背中で耐えてる感じがあるんで、ちょっと背中が疲れるかも。でも全然まだそんな苦じゃないです。全然まだ行きます。うわ、めっちゃ速かった今、これ。え、嘘でしょ、めっちゃ雨してきた。え、何これ、雨、嘘でしょ。え、雨降ってきた。こんなことないよな。え、あ、トラックの水しぶきが飛んできてんのか。うん、やべ、段差がちょっと怖いかも。ああ、よかったよかった、雨かと思ったぜ。またダララ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 ラ。あー、ガソリンがない。このハーレーね、タンク容量が7リッターで、どんぐらいだろう、マウンタンにしたら80キロくらいかな。全然走らないんですよこいつ。本当にね、ロンツーいけますけど、多分給油がね、めちゃくちゃ増える。トンネルサウンド、イエー、リムツーフー。あ、これだ。左へ曲がります。豊洲めっちゃ綺麗なんですよ。この辺のナイトランは本当に気持ちいい。綺麗、東京が一望できます。ちょっとガソリンを入れたいんだけど、ちょっとガソリンがないんで入れます。いけ、はい、てれれてててててて、キャップを外して、よし、やった、よし、レッツゴー。なんか最近ね、フルフェイスがやたらきついんですよね。買った時は普通だったんですけど、多分ね、僕の頭が成長してますね。これどんどん頭が肥大してるね。ちなみにヘルメットはショーウェイのなんだっけ、あれ、ど忘れした。あ、そうだ、ショーウェイの GTA やな、 GTA 2ですね。 OK。 お、東京タワーが見える。
ッケー、着いた。めっちゃ綺麗。ここが豊洲のぐるり公園のところですね。結構広くて綺麗な公園なんでおすすめです。はい、ということでね、ちょっと今1時間ぐらい高速道路乗ってみたんですけど、全然大丈夫ですね。これ若干ね、風が吹くと前からの風を受けやすいんで、ちょっと背中が若干背中が疲れちゃったんですけど、でも全然そのね、耐えるレベルなんで全然問題ないですね、これで。安定性に関しては高速道路のつなぎ目とかを踏むとね、若干ブレる、ハンドルとかが。だから片手放しとかはしない方がいいかもしれないですね。やっぱハンドルの位置が高い分安定感がちょっと減ってるんで、スピードが乗った状態でね、手離すとね、ちょっと怖い。でも全然乗る分には、普通に乗る分には全然大丈夫です。ということでね、今日はこんな感じで帰ろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後もね、ハーレーのこの48使っていろんな企画やっていくんで、ぜひね、これからもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。